計算をしてみてください。はい、よろしいでしょうかね。でこれで全てのパターンですね。これで建設業会計で最も重要なところの全てのパターンが終わっちゃいましたね。であとはね、こちらに書いてある過去問をね、順番通りやっていただくとね、スムーズに解けますね。もちろんこれ見ながらでいいですからね。こっちの学習法って書いてあるね、学習法って書いてあるね、今やったらこれなんですけど、大 A ランクのね、1番目ね、申告順ね、これです。これと同じことが書いてますね。これと同じことが、はい、こちらね、ここにもこうやって書いてありますからね。まあどっちを使ってもいいですけどね。はい、でこの順番通り解いてみてくださいね。で分かんなかったらね、質問してもらえばいいですよ、メールでね、うん、あ、この番号のやつちょっと分かりませんみたいな感じで質問してもらえば全然 OK ですからね、通信教育の方はね。はい、ということでやってみてくださいね。はい、ということで、2本目のね動画は以上と、ね、なります。で次回はね、続きの8枚目のレジュメ以降やっていこうと思います。はい、じゃあしっかりとね、これもこうやって隠していただいてね、タイムテーブル書きながらね、しっかりとね復習をしておいてください、次回までにね。はい、じゃあ頑張ってください。